昭和18年、猛獣処分となった上野動物園の、ジョン。8月29日、絶食による芽子。戦時猛獣処分とは、戦争時において、動物園の猛獣が逃亡して、被害を及ぼすのを未然に防止する目的で、殺処分することを言う。歴史上では、アメリカ軍による、本土空襲に備えて、 第二次世界大戦中の日本で行われた一連の事件が知られており、日本ではこの事件を指すのが慣用である。また、第二次世界大戦時のイギリス及びドイツでも逃亡防止のため殺処分が行われた例がある。他方、危機に際しても殺処分を行わなわなかった動物園もあり、空襲に巻き込まれての死亡例も見られる。別に、食料供給目的で、 食肉加工用に殺処分を実施した例もある。日本では、第二次世界大戦中の1943年以降に、日本各地の動物園で、戦時猛獣処分が行われた。この措置は、軍ではなく、都道府県や市町村などの行政機関によって、命じられた。飼料不足も重なって、多数の飼育動物が戦争中に死亡した。日本では、 日中戦争中の1939年頃から空襲時の猛獣脱走対策が本格的に検討されるようになった。1939年5月に開かれた初の全国動物園長会議では研究課題の一つとして空襲時の猛獣脱走対策が挙げられ檻の防護や殺処分などが検討された。これは当時は日本領だった台湾へ 中国空軍による土曜爆撃が行われたのを踏まえての研究であった。1936年の上野動物園黒標脱走事件以降に上野動物園で毎年行われていた猛獣捕獲訓練も1939年のものは空襲により折りが破壊されて脱走したとの想定で実施された。東山動物園でも防空演習の一環として 殺処分の訓練が行われている。日米関係が悪化して太平洋戦争が迫った1941年7月には陸軍東部軍司令部から上野動物園に対し非常時における対策要項を提出するように指示が出た。これに応じ上野動物園では動物園非常処置要項を作成して提出した。この要項では 飼育動物を危険度別に4分類し、実際に空襲が始まって火災などが迫った場合には、危険度の高いものから殺処分する計画になっていた。処分方法は、薬殺を原則として、投薬量リストをまとめるとともに、緊急時には重殺するものとしていた。日米海戦後の1942年4月に、同リットル空襲があると、空襲の脅威は、 より現実的なものとして意識され始めた。逃亡予防を目的とした戦時猛獣処分が実際に始まったのは1943年の上野動物園が川切りである。8月11日に増一頭の殺処分が決まったのを最初に8月16日には新任の大立茂雄東京都長官から全猛獣の殺処分命令が下った。 この命令に従って、上野動物園では、ゾウやライオンなど14種27頭が、虐殺や餓死により殺処分された。大立は、と長官着任前には、日本軍占領地のシンガポールで軍政を担当していたため、戦況の悪化を熟知しており、疎開などの本土空襲対策に熱心であった。猛獣処分を命じた、大立の審意について、上野動物園長だった。 小賀忠道は、被害予防というよりも、国民の危機意識を高めることにあったのではないかと、推測しているが、明確な資料がなく真相は不明である。東京では、上野以外にも井の頭自然文化園でも、同様に熊二頭が殺処分となった。その後、1944年前半から、日本各地の他の動物園でも、本格的に、戦時猛獣処分が行われた。 1944年3月に宝塚動植物園、大阪市立動物園、京都市動物園が実施したほか、仙台市立動物園や福岡市記念動物園も続いた。愛知県の東山動物園では、1943年10月から11月に、ライオン2頭とクマ1頭だけは、軍の要請を受けた市長の指示によって、殺処分されたが、残りの多くは、 立地条件の良さや、北、大英一園長など、当時の祖の関係者の努力と懇願によって、猛獣神育が続けられた。しかし、警備に協力する、領友会からは激しく避難されていた。その東山動物園でも、1944年12月13日の、名古屋空襲にいり、内務省からも射殺命令が出たとする、領友会からの強硬な要請を受けて、 ついにライオン2頭、ヒョウ2頭トライ1頭、クマ2頭を銃殺した。数日後にも残るクマ8頭が処分された。動物園以外のサーカスなどで飼育されていた猛獣に関しても一足早く1943年10月には警視庁から処分命令が出され、ライオン52頭などが処分対象となった。日本での戦時猛獣処分は直接的に多くが 都道府県などの行政機関の命令や、警防団などからの要請を踏まえた、動物園自身の判断によって実施された。この点、すべての猛獣処分が、軍隊の命令によると説明されることがあり、かわいそうな像などのノンフィクション作品でも、軍命令が原因と描かれていることが多い。軍命令説が広まった背景には、何もかも、軍部のせいにして、 自身の責任を逃れようとした戦後の風潮があるとの見方もある。ただし直接的な軍命令による猛獣処分がなかったわけではなく、京都市動物園では第16師団より猛獣処分命令が発せられている。殺処分せずに安全な地域の動物園へ避難させることも一部では行われた。例えば、東山動物園では 1943年12月に、ライオン2頭を、猛虎自地区に政府家のカルガン口動物園へと寄贈している。しかし、口述する上の動物園の事例のように、検討はされながらも実現しなかったものもある。このほか、飼料不足による餓死や、頭数整理のための殺処分も、相次ぎ、空襲により死亡する動物も出た。終戦時に生き残っていた動物は、 象が東山動物園に2頭と京都市動物園に1頭、キリンが上野動物園に3頭と京都市動物園に1頭、チンパンジーが東山動物園に1頭などわずかな数であった。この像が唯一生き残っていた東山動物園へは、像列車が各地から運行されている。東京都では大立茂雄東京都長官が、 1943年8月16日に、上野動物園などに対して、猛獣の殺処分を発令した。これに従って、上野動物園では、ゾウ、ライオン、トラ、クマ、ヒョウ、毒蛇などといった14種27頭が殺処分された。そのほとんどが餌に毒を混ぜての薬殺で、他にワイヤーロープを使った考察や菓子、刃物による処分の例もある。 前述のように、この処分命令は、全く唐突に発令されたものではなかった。約2年前の1941年8月11日には、陸軍の指示に応えて、上野動物園が、動物園非常処置要項を作成し、空襲の危機が差し迫った場合の殺処分方針を、決めていた。同要項では、飼育動物の危険度により、第一種である、 クマライオンゾウトラ島から一番危険度の低い第四種カナリアカメなどまでに分類していた。処置の時期については、第1期の防空カレー、第2期の空襲の時に処置の準備を完了させ、第3期の空襲による爆撃火災の危険近接したる時近接の程度に応じて第1、第2種動物を順次承置し、さらに危険の及ぶ時は、 第三種動物も順次処置すと定められていた。飼育動物の収集には多大なコストがかかっており、再取得も困難であることから、軽率に殺処分すべきではないとの方針であった。処分方法としては、薬殺を第一義として、投薬量も定め、予備的に重殺とした。処分に慎重な方針が転換され、猛獣に関しては、 予防的に殺処分を行うことになったのは1943年7月の大立茂雄の東京都長官就任後である。1ヶ月以内に猛獣全頭を虐殺せよとの大立の命令は同年8月16日に延長代理の福田三郎に達された。対象となったのは第一種の危険動物とされた中でも半数強に当たる27頭で、 内ち表傭アメリカバイソン2等2式ヘビガラガラヘビは8月20日以降に追加された。銃声による市民の不安を避けるために、銃殺ではなく賞賛ストリキニーネを用いての薬殺を主な手段とすることにした。秘密を厳守するために飼育員の家族にも処分実施は、公害禁止とされた。なお、特に気象が荒く危険と見られたゾウのジョンに関しては、 この処分命令よりも前の8月11日に、都の公園課長や福田園長代理らによって、殺処分することが決められ、すでに13日から、絶食状態とされていた。殺処分の作業は、命令当日の閉園後から着手された。8月17日の北満ヒグマと月のワグマ各一頭の、虐殺をはじめに、9月1日までの間に、 像一頭を含む24頭の殺処分が済んだ。氷の八も、この時に殺処分されたうちの一頭である。作業はほぼ連日であったが、解剖作業や、口述の疎開検討の関係で休んだ日もある。多くは、計画通りの虐殺であったが、毒餌を食べようとしなかった。黒ヒョウなどはワイヤーで考察、朝鮮黒熊は投薬の上ありで死殺。 名前しか食べないために虐殺不能だった錦蛇は刃物で頭部切断といった例外もある。その後、9月11日にゾウ1頭と氷用体1頭、9月23日にゾウ1頭が死亡して、計14種27頭の殺処分は終わった。一連の殺処分の中で3頭のインドゾウの処分は特に著名である。内気象の荒井、ジョンについては、 命令が下る、以前の8月13日に菓死による殺処分が着手され、17日目の8月29日に菓死した。処分命令により、残る2頭も菓死の方法で殺処分されることになった。飼育係の菅谷義一郎は、気象の荒井ジョンは処分は仕方ないと思っていたが、気象が穏やかで性格も優しかった。トンキーとワンリーは、 なんとか救ってやりたいと、福田園長代理に懇願したという。口述のように福田も、トンキーたちを救うために、他の動物園への譲渡を検討したが、大たちの反対でついえることとなった。ワンリーは9月11日、最後まで生き残った、トンキーも9月23日午前2時42分に、餓死し、上野動物園の像は全滅した。トンキーの場合、 実に絶食開始から30日という長き苦痛と苦悶に満ちた日々であった。空いた造車は資材置き場となったが、後に4月13日の東京空襲で、焼夷弾多数の直撃を受けて破壊された。なお、造の処分に餓死の方法が用いられた経緯について、当初は虐殺が試みられたと、福田は回想している。福田によると、 最初のジョンの場合、食欲を増すために絶食させた上で、小酸ストリキニーネを入れた、毒入りジャガイモを与えたが、繊細なゾウには分かってしまい吐き出した。その他のゾウも、同じように毒へを受け付けなかったという。毒薬の注射も試みられたが熱い皮膚に針が刺さらず、失敗し、やむなくガシという苦渋の選択が取られたとする。これに対し、フレデリック・エスリッテンは、 虐殺の思考はなく、最初からガ死させる方針だったのではないかと主張している。福田の戦時中の日誌には、陸軍関係者が水に毒を混ぜて、トンキーに飲ませようとしたことは書かれているが、毒へについては触れていない。また、毒薬注射に関しては、軍関係者がトンキーから採血を行ったことが記録されており、 採血用の注射針が通るのだから毒薬注射も物理的に可能だったはずだと推測している。殺処分命令が下った後、処分回避のための努力も行われていた。16日の命令伝達の際に、公園課長や福田園長代理らが疎開の可能性を話し合ったものとみられる。名古屋市の東山動物園と仙台市の仙台市動物園へ、前者には、 表2頭黒表2頭、校舎には、像1頭の引き受け要請の手紙が、園長代理名で発せられた。病動物園からは、好意的な回答が寄せられ、鉄道の手配も進んだが、8月23日に、大立都長官から疎開を中止せよとの指示があり、疎開計画は、破断となった。その他、高松市の栗林公園動物園への表用体の上都計画や、 大阪の天王寺動物園へのゾウマレイグマ引き受、け、紹介、満州国の新疆動物園からの爬虫類引き受、け、提案などがあったが、すべて実現しなかった。上野動物園での戦時猛獣処分実施については、同年9月2日に公表された。報道などでは、自極写真動物と称された。9月4日に、大田町長官らン席で、慰霊祭が取り行われたが、 この時点では、ゾウ2頭は未だ絶食状態で生存していたため、ゾウ舎にはクジラ膜が貼られて目隠しされた。動物の死体は、陸軍獣医学校の協力も得て解剖され、白製や晒しシとして標本に加工された。ゾウ2頭の晒しシは、陸軍被覆本省へと研究資材として提供された。以上の逃亡予防のための戦時猛獣処分のほか、上野動物園では、 飼料の確保困難が原因で、飼育動物の殺処分による整理も実施された。上野動物園では、太平洋戦争開戦前には、飼料不足が、顕在化しており、肉類大王としての魚類の使用、牧草大王としての街路樹の落ち葉使用などが、進められていた。百四十一年二月には、ヒマラヤグマ三頭とツキノワグマ一頭が整理のために、射殺。 ヤギなどが肉食獣の飼料に転用された。戦況の悪化とともに、飼料事情もますます悪化し、1945年にカバ2頭がガシにより殺処分されたほか、鳥類多数が肉食獣の飼料に転用されてしまった。なお、飼料不足や空襲のストレスにより、オットセイやチンパンジーが栄養失調死している。暖房用の燃料不足も深刻で、 熱帯産の動物では、病気が多発した。飼育動物の減少により、焼いた施設では、人間の食肉用の家畜飼育が行われた。後に、上野動物園での戦時猛獣処分実施については、当時園長代理の福田三郎により、動物園物語として発表され、1957年には、山本果次郎の監督により、像と解体し映画化された。戦後、 本件を題材にした創作作品がいくつか作られた。最もよく知られているのは、上野動物園の象の悲劇をもとにした、土屋幸雄の童話、かわいそうな象で、道書を通して、戦時猛獣処分が広く知られることとなった。他にも、飯森博和が、漫画、トンキー物語で、藤子、F、藤尾が、漫画、ドラえもん作中の、象と、おじさんで、 それぞれ動物園で行われた戦時猛獣処分について描いている。第二次世界大戦後の1949年、上野動物園がある台東区の子供たちからの生きた像が見たいという要望に対して、インドの首相ジャワハルラールネルが答え、同年9月にインド政府から上野動物園にメスのアジアゾウ1頭が送られた。この像はインディラと命名されたが、 ネルー首相の娘であり後に首相となるインディラガンディが名祖であるとされる。また、同じ9月にタイからもメスのアジアゾウ1頭が送られており、このゾウは、同国から戦前に送られ、戦中に殺処分されてしまった、花子に代わる二代目として、花子と命名された。なお、花子は1954年、誘致運動によって、上野動物園から、 井の頭自然文化園に移された。2016年5月26日営民。また、1952年、上野動物園飼育企画長の林敏夫により、カバ、キリン、チーター、ブチハイエナなど48頭の動物が、ケニアの動物賞から購入され、名古屋港、神戸港、横浜港に陸揚げされた。カバの、基吉、東山動物園、 2001年没、キリンの高尾などが有名。第二次世界大戦後も、1950年に、朝鮮戦争が勃発した際には日本への戦闘拡大が危惧され、動物園での対策が検討されている。上野動物園では、1950年末から1951年1月にかけて、 上野動物園非常事態計画、非常事態打開計画資料というマニュアルをまとめた。動園では、戦時猛獣処分の再現や、空襲被害による動物の死亡を避けるため、伊豆大島への疎開を行う方針であった。なお、1951年5月から6月にかけて、ゾウの花子とライオン一頭が、伊豆大島へと派遣されているが、これは戦争とは、 無関係で、平時の移動動物園の巡業の一環である。第二次世界大戦で、ドイツ軍の本土空襲にさらされたイギリスでも、戦時猛獣処分が行われた。ロンドン動物園では、海戦から間もなく、毒蛇とサソリなどの無脊椎動物を、逃亡予,予防のために殺処分した。25年間も爬虫類を担当してきた、飼育員は、人目をはばからず泣いていた。 しかし、その他の動物で事前に殺処分された例はなく、多くは、被弾を避けるために片隅に集められ、ゾウなど一部の希少性の高い動物は、ホイップスネード野生動物園に疎開させた。また、飼料不足から、アシカ2頭はアメリカへと疎開している。ロンドン動物園の受けた、空襲被害は、限定的で、直撃弾を受けたシマウマの飼育者から1頭が、 逃亡したほか、猿山の柵が破壊されて赤毛猿が逃亡した程度だった。脱走した動物は数日以内に再捕獲された。北アイルランドのベルファスト動物園では1941年にベルファストがドイツ軍の爆撃圏内に入ったため、公安局の命令で33頭の飼育動物が殺処分された。処分の対象にはライオンや狼、ハエマ。 北極グマなどが含まれた。処分対象となった種は、戦後の1947年頃に再取得されるまで、ベルファスト動物園では見られなかった。一方、ゾウは処分を免れて、戦争を生き延びたものがあった。中でも、シェーラと名付けられた子供のゾウは、殺処分を避けるため、ある飼育員の家の裏庭に一時期の夜間は、かくまわれていた。 ベルファスト動物園によるとシェーラを保護していた人物は長らく詳細不明でゾウの守護天使と称されて動園史上の謎とされてきたが2009年に女性飼育員の一人が母親と一緒にシェーラをかくまったことが判明したというこの女性飼育員は男性飼育員たちが出生したために大王職員となっていた人物で 他の職員の帰宅後に密かに、シェイラを檻から出して、近所の自宅に連れ帰り、また朝には、動物園に戻していた。住民の通報で、事件は発覚し、女性飼育員は解雇されたが、以後も、空襲の夜には、動物園を訪れてシェイラが怯えないようなだめていたという。創作作品で、イギリスでの戦時猛獣処分に関わるものとして、ジョン・ディクスンカーの推理小説。 爬虫類間の殺人が挙げられる。作中では、1941年のロンドンを舞台に、ある動物園に対し毒蛇の殺処分が政府から求められているという設定になっている。ドイツにおいては、動物園によって事前処分が行われた施設と行われなかった施設に分かれている。海戦早々に、ドイツ西部の動物園に対して、 猛獣を処分せよとの軍命令が出されたとの説があるが、実際には一律処分が実行されたわけではなかった。ベルリン動物園では、事前の殺処分は行われなかった。ベルリンでも、近隣住民からは、ライオンや虎の脱走を恐れる声が上がり、職員の間でも、象やクマの暴走を危惧するものはあった。しかし、最後まで、事前処分は実行されなかった。その代わり、 戦火によって多数の飼育動物が死亡している。1941年9月7日の空襲でアンテロープ1頭が死亡したのを皮切りに空襲が激化した1943年にはゾウ7頭やライオン3頭などが死亡した。ベルリン市街戦では壊滅的な打撃を受けたが1944年末の総数約900頭の内ライオンやハイエナ。 像を含む91頭が終戦まで生き残った。ミュンヘン動物園やフランクフルト動物園では戦争後期になって空襲が始まった後にライオンの殺処分が行われた。早い時期に事前処分が行われた例としてはブッパータールのブッパータール動物園が挙げられる。ブッパータールではまやかし戦争状態の1940年3月15日に ヒグマ3頭と北極グマ2頭、ライオン5頭を首当局の命令で射殺した。その後、ブッパータール動物園は空襲被害こそほとんど受けなかったものの、残りの飼育動物の大半は戦争末期の混乱の中で職員の手で処分されたり、略奪にあったりして失われた。それでも終戦から数日後には営業を再開したのだった。なお、 戦時中に連合国側においては、ドイツの動物園の猛獣はすべて事前に殺処分されたとの事実に反する報道がされていた。1943年には、空襲下のベルリン動物園から動物が大量脱走して機関銃で射殺されたとの誤った報道もあった。また、ドイツでハリー・ピール監督により制作された映画パニックでは、 爆撃により動物園から猛獣が脱走するという筋立てになっていた。この映画の筋立てについては1940年10月13日のフェルキッシャー・ベオバハターによって早くから紹介されており日本にも伝わっていた可能性がある。アメリカ合衆国でも第二次世界大戦時には空襲による猛獣の脱走の危険が問題となり対策が検討された。 例えば、フィラデルフィア動物園では、町が空襲を受けて、檻の破損など、動物の脱走の危険が生じた場合、警備員が殺処分すべき、危険動物30頭を決定していた。アメリカバイソンやライオン、アフリカゾウ、ヤマネコ、クマなどは脱走しそうになったらその場で銃殺する予定で、猿類も脱走した場合には射殺するものとされた。他方、 タテガミオオカミとハイエナは殺さずに再捕獲する計画だった。実際にはアメリカ本土空襲は皆無に等しかったので殺処分が必要になることはなかった。ABC 上の動物園で戦時猛獣処分された動物の詳細は次の通り。北満ヒグマ2頭、北極グマ2頭、マレーグマ1頭、月ノワグマ2頭、朝鮮黒クマ2頭、トラ1頭、ヒョウ4頭、黒ヒョウ2頭、 チーター一頭、ライオン三頭、アメリカバイソン二頭、インドゾウ三頭、ガラガラヘビ一頭、ニシキヘビ一頭、以上14種27頭。他のラ自然文化園にて、北極グマ付きのワグマ各一頭。ライオン二頭のその後の消息は不明。最も危険な第一種としてリストアップされた猛獣の詳細は次の通りである。 北満ヒグマ1頭、北極グマ2頭、マレーグマ1頭、赤グマ1頭、月のワグマ3頭、ヒグマ1頭、朝鮮黒熊1頭、トラ1頭、ヒョウ2頭、黒ヒョウ2頭、コヨウテ1頭、シマハイエナ1頭、チーター1頭、ライオミ4頭、マンシュウオオカミ5頭、カバ3頭、アメリカバイソン2頭、クロザル1頭、ブタオザル1頭、マントヒヒロクトウ、インドゾウ3頭、ガラガラヘビ1頭、 マムシ2頭、ニシキヘビ2頭、以上49点。他、イノカシラ自然文化園に北極グマ2頭、月の輪グマ1頭の、計3点。ありがとうございます。